皆さんこんにちは、えー。それでは論文本試験解説を始めたいと思います。えー、企業本た担当いたします森又と申します。えー、それでは、えー、問題の方からご覧ください。えー、っと第一問はですね、えー、っと問い一も問い二も機関の分野から取材されてますね。で、問い一も問い二も論点型の問題です。 で論点的には問1が利益相反取引で、まあ、書いた方多いと思うんですけども先端的行為というふうに構成することもできますし代表権の乱用でで書くことともできると思います、えー、そしていずれにせよ取締役会の承認等あるいは意思決定等を経ていませんので法令違反で423条1項の責任の問題になるとで問2が取締役の報酬の減額の問題ですね。 できるだけ手早く済ませたいと思うんですけどもちょっとですね、えー、いろいろ話すことがあるんですよでは、えー、問題読んでいきましょう「えー、高株式会社が取締役会設置会社でありとまず、えー、問題文を読む時にはですね、その問題文から、えー、試験員の先生がこれは書いてねこれは書かなくていいよっていうそれを読み取らなきゃいけませんね。 でまず取締役会設置会社でありというふうに書いてあるのはこのあと、えー、利益相反取引とか先端的行為とか代表権の乱用というような話をしていくわけですけれどもその場合に例えば利益相反取引であれば取締役会設置会社だと、えー、365条という365条1項という条文が適用になりまして、えー、その承認期間というものが取締役会であるということになります。 あるいはまた先端的行為の問題というふうに捉えますと先端的行為というのは取締役会決議が要求されているのに取締役会による意思決定が要求されているのに大統領が、えー、それを勝手に独断でやっちゃったという場合ですね。で取締役会設置会社ですと362条4項362条4項という条文で、えー、いろんな そのこれは先端的に取締役に決めさせちゃダメですよというのがずらっと並んでますよね362条4項で1号から7号まで例示があってそれにあたらなくてもその他重要な業務執行の決定は取締役に独断で決めさせちゃいけませんよって書いてますよね。でところがですね取締役会非設置会社 取締役会非設置会社における、えー、この362条4項相当の条文というのは何条かというと348条なんですね条の3項を見ていただきますと348条3項でそこではですね重要な財産の処分というのは取締役に先断的に決定させちゃダメなものに入ってないですよね。 だから、取締役会設置会社であるという問題文から読み取るべきなのはもし、先端的行為で書くんだったら本文は取締役会設置会社ですから重要な財産の処分にあたるというふうに考えれば取締役会の決議が必要ですよという方向で、まあ、書けますよというそういう意味での取締役会設置会社でありということですね。で次が監査役設設置置会会会社社でである。これは、まあ、指名委員会等設置会社、えー とかですね、あるいはまあその委員会系の会社ではないということでこれは問題2で、えー、その報酬の決定について、えー、その報酬定款に書いてなければ株主総会で、えー、少なくとも大枠は決めなきゃいけませんよっていうそういう構造になってるっていうことですよね。で次にオツ株式会社は甲会社の代表取締役 A の配偶者である B を唯一の取締役とする会社であり。 ということは「オツ会社を代表することができるのは B だけだ」ってことをこれはきっと表してるんだなということですよね。でこれがだから「利益相反取引の直接取引か間接取引かの判断で意味を持ってくる」というそういう文言ですね。で A は「オツ会社の発行済み株式の全てを保有している」ってことはこれは。 A というのは公会社の代表取締役なんですけども、公会社の代表取締役とオッ会社は経済上一体関係にあるという、そういうことを表していますねで。A は独断で、独断ですから取締役会の承認もないと、あるいは取締役会の意思決定もないと、えー、公会社の所有する土地、この土地というのが公会社の総資産額の5%に相当する資産に当たるということですね。でこの公会社が何をしている会社かというのは書いてないですけども、 これが不動産の不動産販売会社でない限りですね土地の販売ですから会社の通常の営業としてなされる行為ではないですよね。でさらに会社の総資産額の5%にあたる資産ということで、まあ、通常は1%基準というのが用いられてますが代会社においては0.1%基準であったりしますけど、まあ、いずれにせよ5%っていうのはこれはもう量的には重要な財産の処分であるとですよね。 えまあ、少なくともだってその重要な財産の処分にあたらなくても重要な業務執行には当たりますよね総資産の5%にあたるものしかも土地ですからねそう頻繁に取引するもんじゃないということなので量的にも質的にもこれは重要な財産の処分にあたるでそれを取締役が決議を経ていないわけですから先端的行為にあたるんだなっていうことを、まあ、そっち方向で書いてもいいよっていうそういうようなサインでしょうねでえそういうい土地をですね。 を大幅にたと時価を大幅に下回る価格でしかもその「オツ」会社っていうのは自分が株式100%持ってる A が100%持ってるわけですからこれは A の行為を考えればもしこれが代表権の範囲内の行為だとしてもね代表権の範囲内の行為だとしても代表権乱用の意図っていうのがここに見て取れますよね時価を大幅に下回る価格ですからね。 でオツ会社に売却する契約を締結したとでこのオツ会社この契約本文で問題となっている契約がどことどこで締結されているかというと,、えー、と,公会社とオツ会社との間ですよねでで会社で実際に行為を契約を締結しているのは誰かというと B しか取締役いませんから B がオツ会社を代表しているっていうふうに考えていいでしょうね。 でおつ会社はこれらの事情を知らない第三者に本件土地を転売したと転得者が出てくるわけですけどもこれが善意の第三者ということですそうすると、えー、本文のようなこういろいろ問題のありそうな契約についてですね、これを無効っていうふうに、うん、効果を決めちゃいますとそうするとその取引の安全への配慮が必要になってきますよねだとするとこれは絶対的無効説では書かないでねっていうそういうようなサインじゃないかということですよね。 まあ判例も利益相反取引権については相対的無効説取ってますのでだったらまあ相対的無効説で書きゃいいんじゃないかとそういう誘導なんじゃないかと思います。はい、でここまでを図に表しますとこんな感じですね。えー、とまず、講会社があっておいで代表取締役は A であると。 いでオツ会社が相手方、オツ会社がありましてオツ会社の唯一の取締役というのが B であるとだからこの人が多分オツ会社を代表するということになるんでしょうね。いでこのオツ会社はさらに A が全株式を保有していると、まあ、ほぼイコール A っていうそういう会社ですね。いでそのような公会社とオツ会社との間で契約が締結されます。具体的な 契約締結しているのは甲会社においては代表取締役 A が会社を代表しているとこの契約を締結しているそしてオツ会社を代表しているのは明,、えー、明確には書いてないですけども唯一の取締役ですから B であろうとでこの B というのは A の配偶者というそういう関係ですねこれで、えー、この契約なんですけれどもこの契約については独断でっていうふうに書いてますから 取締役会のもしこれを利益相反取引だとすると承認決議というものが得られてないですねっていうことですしかもそのものというのがですね土地でして日常的に業務執行の対象として日常の業務執行として頻繁に売却するようなものでもないとそういうしかも総資産額の 5%というそういう重要な財産の処分に当たるでしょうっていうようなそういうようなものだっていうことですねしかもそれをここですよね時価を大幅に下回る価格で、えー、販売しているとだからこの辺のところはその代表権の乱用で書く場合には乱用の意図ですよねでこっちは総資産額の5%っていうのはその先端的行為で書く場合の重要な財産の処分に当たるだいずれにも当たっちゃうわけですよね利益相反取引にも 先端的行為にも代表権の乱用にも当たるっていうそういうことですね。でさらにまあここでは書いてないんですけども、この土地というものは発会社が取得した後これを第三者にこれも書いとけばよかったですね。第三者しかもこれ善意なんですよね。善意の第三者にここに転売したと。 この第三者の保護を考えなきゃいけませんねということですよね。はい、というような、えー、事例ですね。で問題文戻りましてで次ですね、えー、その後その後これも問い2の部分なんですけどもその後条件、えー、の 行為が発覚したため、高会社の取締役会は A を代表取締役から会食指導、代表取締役の会食権限は取締役会にありますからね、362条2項3号、362条2項3号でここは問題ないですねと、で非常勤の取締役に降格するとともにだから降格させたことは問題ないです、問題はここからですね、従前月額300万円であった A の取締役報酬を月額30万円に10分の1に引き下げましたと。 高会社では取締役の報酬に関する定款の定めはないとで株主総会の決議により取締役全員に支給する報酬総額の最高限度を定め各取締役への支給額の決定は取締役会に委ねられていたで、まあ、これについては問題2が、ね、10行しかないんですよ問題。問題1は20行あるんですけれども問題2が10行しかないので。 この前提問題として果たしてこういうような取締り株主総会で大枠最高限度を決めてですねで支給の分配については取締役会に委ねるっていうそういうような運用が問題ないのかっていうことについては、まあ、適法であるということを前提に回答は作ってますもうちょっと行数余裕があればこういうその,その運用の仕方というのも適法である、まあ、括弧判例ぐらいのことは書いておきたかったんですけどね。 なお、公会社では株主総会で定められた最高限度額の範囲内で各取締役の役職に応じて支給額を定めることが慣行になっていると慣行になっており非常勤の取締役の報酬は月額30万円とされていたということですね。そしててこの場合ににおいい問問問題1及び問題題び答えなさいで問題1です。 本件契約の効力について述べなさい、論じなさい、ということです。でまあ、これは、利益相反取引と考えるのか、先端的行為と考えるのか、代表権の乱用と考えるのか。まあ、どれでもいいとは思うんですけどね。回答では、利益相反取引の間接取引で書いてます。および丸に、A が公害者に対して負う。会社法上の損害賠償責任。これはもう、四百二十三条一項、四百二十三条一項ですよね。四百二十三条一項といえば。<laughs> ここですよね条項任務受け責任で取締役の違法な行為から会社に会社に損害が、えー、発生しその間に因果関係があることで会社の損害についてはですねこれが時価を大幅に下回る価格で販売売却してますから損害はあるとで因果関係もまあ当然認められるでしょうと、まあ、通常ここのところあまり問題にならないですよね。 そうするとあとはその取締役の違法行為と言えるかということですけどもそれは客観的な要件としての法令違反と主観的な要件としての行為過失というものが必要になってくるとで本問ではこれも大取 A がその自分が全株式有する会社に対してその独断で譲渡しているわけですからこれ行為はありますよねあと、だから任務形態があるかどうかということですけども任務形態では何ですかというと法令違反の話ですわね。 で問題はこの法令違反と言えるかどうかということでそれで利益相反取引のというふうに考えればですね、この法令については356条1項で間接関取引で言うと3号ですねに該当するのに 365条取締役会設置会社ですからね取締役会の承認を得ていなかったというここですよね、えー、これが、えー、と法令違反であるとであるいは、えー、先断的行為で書くんだったら362条4項1号で、えー、その重要な財産の処分にあたるのに これも取締役会による意思決定を経ていなかったというようなところですね。そういうところを書いていただければ、いいということになりますよね。はい、それでは答案構成を見ていきましょう。まあ答案構成すごく長めに作ってます。まあこれはあの。もう答案構成だけで、えー、この解説済ましちゃってですね。あとは回答を見てくださいという。 ぐらいの感じにしてますでまずは問題1の本件契約の効力っていうのがありましてでこれについては論点が2つあるわけですよね。論点2つと。で1つが前提問題としまして本問はそもそもこのような行為が何に当たるのかと。 利益相反取引に当たるのかあるいは先端的行為に当たるのかっていうことをまず前提として確定してもらいますこれ前提ですからどれでそして本問題としましてこの2つ目ですよね縦2のところで、えー、そ,のそのようなこの回答例では利益相反取引っていうふうに判断しているわけですけどもにもかかわらず独断でやっちゃったということでそのような行為については、えー、ど,うどうなるのかっていうのはこれが本問題ということに なりますよねでそれをこういう法令違反があるってことを前提にしてさらに証文二で、えー、423条1項につなげていくというそういう形になります。はいで、えー、まずは前提問題この問題提起これは前提問題ですね。 で事例からこれはリーエクス半導体の間接取引であるというふうに、えー、判断しますで直接取引なのか間接取引なのかの判断の仕方ですけれどもこれは356条1項2号と3号をですね356条の1項をお2号と3号を見比べてもらえばいいですよね。 そうすると直接取引というのは直接、何が直接なのかと言いますとあれちょっと待ってね直接取引のこれがないなえっとちょっと申し訳ないえっとね直接取引の何が直接かと言いますとですね ちょっと待ってねどっか行っちゃったなすいませんねもうちょっとこれ書いてあるの出しちゃいますけど、えー、直接取引と間接取引の違いなんですけども直接取引というのは要するに株式会社と当該株式会社の取引取締役が直接取引してるから取締役ですよねで本問ではこれ甲会社と大取 A でもしこの間で取引していれば、えー、もうそれそれだけで直接取引なわけですよだから うん、そういう誰と誰との間の取引かっていうことでもうこれ利益相反関係は明確ですからだから要件一つだけなんですよねで、これに対して間接取引の場合には株式会社とその当該株式会社の取締役以外のものとの間の取引ですこれ無限にあるわけですよだから要件一つ目としましてその取締役以外のものとの間の取引であるつまり直接取引ではないとないんだけれどもその取引自体の性質がですね 利益相反の関係というものが会社と取締役会に利益相反の関係が累計的に認められるような取引であるというこの2つ目の要件が必要になってくるというそういうことなんですよね。で本文ではもうさっき見ましたようにその会社の高会社の相手になっている人はですねその土地取引の相手方になっている人はこれ B なんですよね B, で B は別に高株式会社の取締役でもないですね大津会社の取締役ですので大津会社を代表しているということなのでえ取引の相手方は B。 が代表する株式会社であるとということになりますですからこれは取締役以外のものとの間の取引ということになりますから間接取引ですよねでもちろんこれはですねそのただこのオツ会社というのが高、えー、会社の取締役代表取締役である A が全株式保有しているということでこれをイコール A っていうふうに考えることはまあまあできますわねこれをイコール A っていうふうに考えることができるとそうすると。 要するにこの取締役以外のものとものではなくて、それは取締役なんだと、取締役と取引しているものしてるのと同じだっていう風うな形で、この取締役という概念を広げていくというか緩めていくというかということで直接取引という風に考えることもできます。ただそれってちょっとなかなか論証難しいですよね。 うんとまあ、そもそも形式的には取締役以外とものとの間の取引しているわけですからわざわざ間接取引に当たるのは明確なんですからねわざわざ直接取引にすることはないじゃないという気はいたしますもし本門が、ね、その取引としてその無過失であると取締役が無過失であるということになるとその無過失であっても責任を負わせたいというのであれば直接取引のしかも事故,のな事故のためにしたという。 うそういう取引にするっていう428条1項のね428条1項との関係でそうしたいっていう場合だったら、えー、そういうまあちょっと無理な解釈で直接取引ってすることもできると思いますけどわざわざそんなことをするメリットはないような気はします。ということですね。はい、で、えー、戻りましてで間接取引であるとで間接取引のということは要件2つですよね間接取引さっき見たように要件2つ必要です。でまあ、主観的な側面 つまり誰と誰との間で契約がなされているのかというとそれは関節ですから取締役以外の者との間でなされているということですよね。で2つ目の要件としましては客観的な要件といいましょうか。 取締役以外の者のとの間で会社と取引するっていうのはそれは会社の取引としては無限にあるわけですからその中で特に取締役と会社との利益が相反するような場合要するに利益相反ののの関係ににあるよよううななももといい限定しなきゃいけませんよねそれが取締役が利益を得て株式会社が利益を被る危険性が累計的に認められる取引とっていうことですけどもこれも端的にこれが利益相反の関係ってことですよね。 本来取締役と会社との間の取引じゃないんだから別に会社と取締役が利益相反するようなことはないように見えるとでもまあその取引の性質によっては類型によってはですね利益相反関係が認められるしかも単なる利益相反ではなくて正確に言うとここに書いてあるようにね、えー、会社が利益だけ得て取締役が不利益を受ける危険性しかないような取引だったら別にそれは除外していいわけですからそうじゃなくて取締役が利益を得て株式会社が利益を被る。 危険性性というか、まあ、可能性ですよねそういうような行為が累計的に危険性が累計的に認められる取引っていうこの2つ目の要件が間接取引だから必要になってくるっていうことを書いてもらえばいいですね。でなんでこういうふうなふうに、えー、間接取引を考えるのかというとそれはまあ利益相反取引の趣旨を書いてもらえばいいですよね。 それは取締役がその地位を利用して株式会社の利益を犠牲にして事故または第三者の利益を図ることを防止しパスというのは図ることを防止しで株式会社の利益保護のためにあるからであるっていうでこの趣旨を書いてもらうことによってだとすれば法が要求している取締役会の承認を得ずになされた利益相反取引はそれは無効だっていうことにつながりますよね。だからそういうういい意味でこののののつ目の本問題のねこの理由付けというのは、えー この下に出てくるですね。この本問題ですよね。これのその、えー、理由付けにね。これの規範定律に。繋がってくると、そういうようなことになります。だから、これはやっぱり書いておく必要があります。で、あとは当てはめ結論ですよね。で、ここで、その、本文の、その、ややこしい。 うん、事例をです、ね、う,うまくく活用していいただこことということうになりますますずは、えー、一つ目の要件として、えー、誰との間で取引がなされたかというと本問は「公会社と B との間の取引である」と「公会社と B との間の取引ですからだから会社と第三者との間の取引ですね」ということですよね。で B が「乙会社」の唯一の取締役ってことは「乙会社」を代表しているのは え B であって他のものが代表しているわけじゃないですよっていうことを多分表しているんだと思います。でま一つ目の要件であるじゃあそのような、えー、土地の取引というものが、えー、利益相反関係が累計的に認められる取引なのかというとそれはもう A はオツ会社の株式を全て保有しているわけですからオツ会社と A は経済的に一体関係にあるわけですわね。だとすれば 取締役が利益を得て株式会社が不利益を被る危険性つまり利益相反の可能性が累計的に認められる取引であるというきれいにこう要件2つとも揃いましたねということで間接取引の認定終わりということですね。れで間接取引にであるにもかかわらず利益相反取引であるにもかかわらずえー承認を得ずになされてますねということでこの承認がないと。 でその効力はどうなるんでしょうかというので相対的無効説ですよねこれ判例ですよね、えー、これ解答例で判例って括弧こ判例って書いておけばよかったですね書き忘れてましたね、えー、ちょっと今からじゃ間に合わないかな判例、えー、相対的無効説は判例ですねで、えー、相対的無効説まず無効なんですよね無効ただ第三者の悪意を,主張を証明しなければ その第三者に対して無でできないいととうことですね、まあ、判例は直接の相手方の判例なんですけども、まあ、これは別に第三者保護取引の安全の保護というふうに考えればその悪意の立証無効主張に悪意の立証の必要な相手方というのは直接の相手方だけではなくてその第三者というふうに拡張していってもそこはそんなに大きな問題はないんじゃないかというふうに思います。つまり えー、利益相反取引の上で見た規制の趣旨からすれば無効であると趣旨からすれば無効しかし取引の安全を考えますと第三者の無効を主張証明しなければ、えー、その無効は主張することができないということですねこれできれいに、えー、当案構成ができるんじゃないかと。で次が証文の2つ目ですね。証文の2つ目は えー、さっき見ましたように423条1項の問題ですから、まあ、いつものような 4, 4つの要件ですね任務形態があるか昔の証明が、えー、できたかとできるかとまあできないですよねで会社に損害があるかで会社に損害は明らかで因果関係も明らかですよねで昔の証明ができないのもこれ明らかですからあとは法令違反だけ、えー、ここだけ書いてもらえばいいということになりますよね。 本文でこれ利益相反取引ですので任務形態の推定規定っていうのはありますよね423条2項。でただこの回答例では推定規定は使ってません。なぜかというと推定規定っていうのはそもそも承認を受けたと利益相反取引について承認を受けたんだけれども会社に損害が発生したっていう場合にそんないい加減な承認しやがってとそれは全館注意義務違反という任務形態が推定されるっていう時に使うのには非常に意味があるんですけども本文ではそもそも あの取締役会の承認得てないですからね法令違反明らかですのでだから特についてきては使わなくてもいいんじゃないかというので、えー、書いてませんはいでは次、えー、問題にですね、えー、事例から、えー、明示の同意なしに報酬の減額ができるかっていうのが問題になってきますで、この報酬というのはもう契約内容になっているわけですよ報酬自体がこれは定められたら一旦定められたら 契約内容になりますそれはもうどんな契約であれそれは売買契約であろうがですね金銭消費対策契約であろうが報酬 <laughs> の支払い契約であろうがですねそれは契約内容になったら変更には相手方の同意は必要ですよね。で本問ではその同意が必要なのに明示の同意がないわけですよ明示の同意がありませんとそこで明示の同意がないのでそこで目次の まあ何らのかの同意がなければ、えー、契約内容変更できませんのでね、目次の同意があったかと言えるかというような、えー、構成で答案を書いています。で、規案定律としましては、えー、この内規、内規でしたっけ、観光ですね、内規、観光、観光があるということなので役職ごとに報酬額の定めがあってそれが株式会社の内規、観光になっているときにその内規、観光を領地して取締役に就任したのであれば目次の同意が認められると。 そのの目次の同意の内容というのは何かというとこの同意の内容が在任中の職務変更について報酬額の変更があるということをそれをだから承知してその会社の取締役に就任しましたよということですねでそういうような形で目次の同意が認定できれば減額されてもやむを得ないなというそういう話ですね。はい、ということです。 あともう1、ねえー、枚、板書がありまして最初にお話ししましたように本門は本件契約の効力について利益相反取引というふうに解することもできますし先端的行為というふうに解することもできます。で場合によってはその代表権の乱用というふうに解することもできますただ代表権の乱用というふうに解する場合は代表権乱用が認められる要件としましては代表権の範囲内であるということがまず必要ですよね。無権代表でないことと。 で2つ目が、えー、乱用の意図ですよね。で乱用の意図は本文ではまあ認められるわけですよ。歯科の半額でしたっけ、えー。歯科よりも安い価格ですから乱用の意図は認められるんですけど、問題はこのだ、えー、代表権の <laughs> 範囲内の行為と言えるかどうかってことです。でその代表権の範囲内の行為かどうかというのが、 本文をリ益ク反取ン引きで捉えた場合にその相対的無効の相対的って意味ですねそれが無権代理無効というふうに捉えれば無権代理なんですからこれは代表権の範囲内という要件を満たさないのでその場合は代表権の乱用で書いちゃダメってことになりますよね。でまた先断的行為というふうに書いた場合も代表権制限説という考え方がありましてこの場合は代表権制限されるわけですからやはり 代表権がその分ないってことになりますので、この場合には代表権の l i n を書いちゃダメよっていうそういうことになりますよね。で、これは多分ですけれどもそのあるですね。試験委員の先生に近い先生が論文を書いておられてましてですね。これはあの元試験委員の品谷先生、品屋で徳谷先生だっていう応援結んでしたっけね。品谷先生が取締役の利益相反取引と権限乱用行為というので、この？ 東京高裁の判決の判例表釈という形ですごく長い論文を書いておられるんですけどねでその先生のこの論文を読みますとこの、えー、その論文ではですね、えー、こちら書いてなくて利益相反取引にあたる行為それが代表権の乱用ともこれがだからその。 どちらも適用になるのかっていう話でその適用関係として利益相反取引について相対的無効説を取り相対的無効の内容として、えー、通常の一般でいう無効ではなくて無権代理無効っていうふうに考えれば、まあ、品谷先生そう考えられているわけですけどもその場合には代表権の乱用の問題にはならないよっていう話になります。でそのの論文の中でも中ででも、ね、と、えー、利益相反取引 一つの事例が利益相反取引にあたり、かつ先端的行為に当たるということはあり得ると、まあこれは一般的に認められてますからね。これはあり得るという、それが前提になってます。だからまあ本問においてはまさにこの三つの、えー、その条文の適用が、えー、条文の適用と言いましょうか、法律構成が可能であるというそういうことになるわけですよね。まあさらにもっと話を進めればですね、もし回答用紙が無限にあるんだったらこれ全部書きたいですよね。 利益相反取引である一つの事象が利益相反取引にも当たるし先団的行為にも当たると。だとするとその両方に当たってで別々の条文適用された結果結果が異なるのはおかしいっていうのはやっぱありますわね。 そうすると、結果統一するためには、利益相反取引について相対的無効説を取り、そして相対的無効説について。無権代理無効なんだっていうふうに考え。そして、先端的行為については、代表権の制限なんだというふうに考える。そうすると、いずれも、これは、代表権の範囲外の行為だっていう。代表権が制限されている行為だってことになりますよね。そうすると、なかなかこう、綺麗じゃないですか。そうだとすると。代表権の濫用の論点については、書く必要がない。っていう。これには当たらない。っていう、そういうような流れだと、ものすごく綺麗に、こう。 答案まとまるんですけどもこれは答案がどうでしょうね3,000字ぐらいとか書けないとちょっと無理無理ですよねしかもこれ書く内容がほぼ民法なんですよね、えー、民法180条の類推説っていうのでだからそれでまさか書けというようなことじゃないと思うのでねだからまあどれで書いても。 それなりに内容をかけていれば問題ないんじゃないかというふうに思いますで、さらには利益相反取引の直接取引と間接取引の区別についてですけどもこれは徳津先生が書かれたですね利益相反取引の条文の読み方教え方というのが東北ローレビューというこの号に書いてありましてこれいずれもですねあのネットで検索すると出てきますネットで検索すすると出てきますのでそこで見ていただきますとなかなかわかりやすい。 いいものが出てきてるんじゃないかというふうに思います。はい。ゼはえー、っとではいいですかね。これでですね、えー、っと報酬の減額についてはこれ当連で。 ロングレあーとーで,で的中実績はこのあと、えー、ちょっと説明させていただきますでまず回答を一応見ときましょうか一応ってのは変な言い方ですけどももう随分長くなっちゃいましたね申し訳ないですね 回答は先ほどの答案構成で見たところと同じでそれをそのまま文章に直してるだけですのでこれはアップされてますよね。 よろししいでしょうか、まあえー、これはアップされていると思いますので、えー、詳しく読む方はそちらで見てください。で、的中実績なんですけども、えー、とまず第1問ですけれどもえっ、ー、とこっちですね、第1問問題1、利益相反取引についてこれ公開模試で、えー、うちはですね、レックは利益相反取引出してます。で問題2は <laughs> えっと報酬の減額ですけどもロングレ・トーレンで出してます。で,でそれを見,と見ておくとですねさあここからはこれでもなかなかの当たり方してますよ今回は、えーっと。まずこれが公開模試の第1問なんですけどもこれがえっと本試験問題の第1問の問題1の「証文1リエクション取引それと423条1項の責任」という問題で。 まま、えー、まあまあ当たってますこれもあの参考資料としてアップしといてくれっていうふうにお願いしてますのでアップされてると思うんですけどね同じように土地の取引なんですよ事例としましては後者がえー、っと保社が代表する大取り <laughs> B これが実は後者の社外取締役なんですけども でこのの土地の賃貸借契約を結びましたとでこれ EXO 判取引に当たりますねと。で問二2で損害賠償請求ということなので、まあ、大枠は、えー、その本試験問題の第1問のと問,1問題1の証文1と似てますよねで。もしこの本試験問題を先断的行為というふうに捉えた場合には、えー、このロングレ・トーレの第6回の第2問。 ですね、そこで先断的行為で出されてもちゃんとこのしかもですねその重要な財産の処分で出してましてで重要な財産の処分についてのその要件ですねそれがこの答連の解説の17ページでここに書いてます重要な財産の処分に関する判断基準ですね。 これが、えー、取締役会ガイドラインという弁護士会が出してる東京弁護士会が出しているのがありましてそれが会社の貸借対象表上の総資産額の100分の1に相当する額程度これを目安にすべきであるということですね。で0.1%、ね、っていうのが大きな会社規模の大きな会社は0.1%を超えればもうそれは重要な財産の処分なんだから。 取締役会の承認を得なさいいと先端的にやっちゃいけませんよと要するに取締役会を置いたってことはそういうような重要な業務執行について先端的に決断させる判断させることを防止するっていうために置いたわけですからねっていうそういうい話ですよね、はい、さらには取締役の報酬の減額についてこれはロングレ・トーレンの10回目ロングレ・トーレンの10回目の第1問で出してます。 これなんかもう相当当たってますよ相当当当当たたっっててまますすよ <laughs> しかもこの内規にその減額が書いてある場合と内規には書いてない場合の両パターン、えー、問題では取材してます。だから内規に内規観光として認められてる場合がこの本試験問題ですよね。でそうでない場合についてもちゃんと聞いてます。 でそれが回答こんな感じです。だから回答なんかもほとんど同じです。ほとんどというかもうこれそのままあの本試験回答で皆さんにこの、えー、その先ほど写したのと、まあこれだってこれコピペしただけですからね。えー、まそれは同じです。だからこれをしっかり当連で復習しておけばですね、もうそのまんま書けたんじゃないかと。 さてそれでは第二問に行きましょうちょっと時間を取り継ぎちゃいましたね、えー、ではパッパと行きましょう第二問ですね第二問も当ててるんですよ第二問は問一が組織再編がこれ二年連続で出てしまいましてですねこれは恐ろしいことですね来年からの試験対策というのが 随分範囲を広げなきゃいけませんで問い2が計算ですで問1が制度説明型問題問い2が論点型問題ですね論点的には問い1が株式交換の簡易手続きを書いてもらいましょうとで問い2が、えー、帳簿閲覧請求権を書いてもらいましょうというそういう問題です。 で問題文を読んでいきますと、まあ、特にこれは問題文をそんなに解説することもないです産業用機械の製造及び販売を主たる事業とする弊株式会社と平株式会社と同種の事業を営む低株式会社はともに公開会社であり大会社であり監査役会を設置しているまず公開会社でありというふうに書いてあってしかもその下の行に種類株式発行会社ではないというふうに書いてますのでこれは要するに全株式上都自由の株式ですよ上都制限株式は1株も発行してませんよということになりますね。 でこれ、実は大きな意味を持ってまして、えー、時間ある方、条文見ていただきたいんですけれども、796条、九十六条のですね、796条で,で、そこにですね、えっと、簡易手続き、簡易手続き によることができる場合できない場合ってのが書いてますよね796条あごめんなさいね796条に簡易手続きによることができる場合できない場合ってのが書いてありましてでその中で簡易手続きによることができるその5分の1っていう要件を満たせばできるしかし 例外がありますと、それが796条2項正し書きなんですよね。で、その例外のうちの一つである。1項正し、書きは書くなと要するに対価が譲渡制限。株式の場合には簡易手続きによれないんですけども、それをそのようなその例外は本望はないよ。っていうことを実は公開会社であり、種類株式公開会社ではないっていうことで言ってるわけですね。 代会社でありってのはこれが謎なんですけどね大なんで代会社にしたのかがちょっとこれはだけはちょっと問題文意味が分からなかったんですけど監査役会を設置しているっいうのは委員会系の会社ではないっていうことを言ってるわけですね。で弊害者および定会社はいずれも種類株式発行会社ではないまた両社の株式は金融商品取引所に上場されておらずということは禁止法を書かなくていいよと。で両社の間に株式保有関係ははないってことは 略式手続き書かなくてていいよっ、ね、796条1項796条1項で略式手続きは書かなくていいよとこれはまあいわゆるネガティブリストなので全く触れなくてもいいんですけども、まあ、一応回答ではねそこのとこはちゃんと問題文読み取りましたよということで一言一行で済んだのでそこは書いてあります略式手続きによることはできないというのはね。 2段落目業績が低迷している弊害社は弊害社の参加で経営再建を図ることを考え弊害社を株式交換完全親会社弊害社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を弊害社との間で締結することとした本件株式交換契約では弊害社が弊害社の株主に対して交付する金銭等の全部を弊害社株式とする旨等が定められていたこれはどういう意味があるかというとこれもですね実は略式手続きに 寄ることができない例外として左損がが生ずるる場合っていうのがあるんですね条文でいうと795条2項3項括弧書きなんですけども795条2項3項括弧書きでそれについて除外されてまして全部が対価の全部がその完全運営会社の株式である場合には破損が生ずる場合にがであっても略式手続きができますよっていうような、まあ、そういうような書き方というか、まあ、そもそもあの株式だけなので。 ま、破損という概念とはあまりこう。相容れないみたいなところがあるんでしょうけどね。で、そういうのがあります。だからそこは書かなくていいよ。っていうそういうことなんですよ。だから問い問題1というのはですね。これはあの？そういう条文、しっかり読めてますかと？とまあ、担当式の勉強でやるところなんですけども、それをですね。論文で聞いたというのがなかなかこれは。 その初めて、もしその条文を引いた方ですとその本試験会場であこれは書かなきゃいけないこれはこの2つは書かなくていいんだということが判断するのは難しかったと思います。問題1ですねこれも問題1がこれが行しかないんですよねで定会社というのは完全親会社ですね親会社において本件株式交換契約について株主総会の承認決議を要しないとされるのは会社法上どのような場合であるかを説明しなさいと。 で事例を見ておきますとまず、えー、弊害者完全子会社が弊害者で、えー、完全親会社となるのが帝会社ですね。でこの両者の間で株式交換がなされてそして株式交換完全子会社となる帝外社の株主に対して対価として帝会社株式が交付されるということになります。その場合、えー 1では承認決議がいらない場合ですよねまあ、それは簡易手続きの原則そして例外を書いてもらえばいいということになりますこっちの方は条文探せればですね探せて条文読み取れれば特に難しい問題ではないですけどただその条文を探すってことが結構大変ですでこれに対して問題にこれは論点知ってないと書けない問題ですねインターネット通信事業を営む某株式会社は数年前から引き続き 弊社の発行済み株式総数の100分の5ってことは100分の3以上ですよね100分の5に相当する株式を有する株主名簿上の株主である母会社は弊会社に対して同社の営業時間内に本件株式交換契約に関する株主総会決議での賛否の判断材料とするためであることを明らかにして理由を明らかにして弊会社が本件株式交換契約の締結にあたり使用した 弊害者の直近事業年度に関する総勘定元帳現金水奨帳仕分け帳、えー、の閲覧を請求したなお傍害社の完全親会社は弊害者の業務と実質的に競争関係にあり傍害社と一体的に事業を営んでいるこの場合において弊害者は傍害社による本件帳簿の閲覧請求を拒むことができるか論じなさいと帳簿の閲覧請求って何条の問題ですかっていうと百三十三条一項なんですね3 3 3三3 3条433条1項を見ていただきますと 条の要件2つありますそれが株式、えー、その閲覧請求権者の要件としまして百分の3以上の株式を有していることそしてもう一つが理由を明らかにして閲覧請求の理由を明らかにして理由何でもいいんです理由何でもいいから明らかにして請求してくださいということなのでもうこの2つは OK なわけですよ。条1項はこれでもう、OK、でもす 条、1項の要件は満たしてます。だから条文閲覧請求権はあるんですね。であとはっていうとこの下の部分は、えー、同2項ですねしかも3項の実質的に競争関係にあると。 それに当たるかどうかそれで拒否できるかどうかってことを聞いてるわけですね。でこれを板、えー、書で見ていきますとこんな感じですよね。えー、次が「妨害者」というのが出てきましてこの妨害者が閲覧請求帳簿の閲覧請求をするんですね。で閲覧請求の要件はこれは、えー、両方満たしてますよということです。なのでで拒否するためには8番目で これを拒否することができるためには、で必要なのが四百三十三条二項三号の要件に当たるかどうかですね。でこの四百三十三条二項三号を見てみるとですね、これがなかなか恐ろしいことなんですけれども、これは三号一号二号と三号両方読み比べないと分かんないんですよ。四百三十三条 ままず1項は満たしてますねと。だから超別な請求権はありますねとでところが2項でですね2項で全項の請求があった時は株式会社は次のいずれかに該当すると認められる場合を除きこれを拒むことができないとで3項が問題になってまして3項は請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営みというこういう客観的な要件を満たしてればそれで拒否できるっていうふうに読めるじゃないですか。 ところが1号と2号と比べてみると1号ではこういう目的で請求を行った時2号もこういう目的で請求を行った時っていう主観的要件が書いてありますよね。ところが3号は主観的要件書いてないわけでしょう。というのがメイン論点です。そういう資料流用の主観的要件ですねそれを流用して。 その、えー、協業している自社の有利に使うというそういうような、えー、その悪い目的乱用の目的ですよねその目的というものが必要なのかどうなのかっていうのが論点これはだから判例でもそこがメイン論点として争われてるんですよね。これ知らないと条文見てその条文その場で見て主観的要件必要かなんていうのは思い浮かばないですよね。 ははいいでは、えー、番構成見ていきましょうまず問1は、まあ、これは要するに、えー、原則は取締役会の承認決議が必要ですねというのをこれ原則必要という書き方じゃないんですけども回答例ではこの795条1項と392項392項12項を出すことによって原則必要であるということを表していますで。あとはは、えー、略式株式株交換はできるけれども 簡易株式交換はできないとまあ、こっちの方ができないんだから、まあ、書かなくてもいいかとは思うんですけどもまあ、一応ちょっとやらしく、ちゃんと問題文読み取れてます。よっていうので書いときました。で、そこで、あとは略式株式交換の問題ですから、その要件を問題にしていきますよ。ということですね。要件としましては、まず原則これですよ。ここに書いてある株式交換完全子会社の株主に対して交付する。完全親会社株式数かける1。株当たりの純資産額が。 完全親会社の純資産額かける5分の1を超えない場合その場合は株主に影響が軽微だから影響が軽微だからそもそも特別決議というのは株主保護手続きですよねだからその保護手続きを踏まなくていいですよということになりますでここまでは誰でも書けると思うんですよ問題はこの後ですねしかしその簡易手続きには例外がありましてでそれが796条3項なんですよね。 でこの場合は原則通り株主総会決議が必要ですとそれはなぜかというと、えー、一定数の数を有する株主が反対する場合まあ、細かい要件いろいろ書いてますけども要するに総会で特別決議で承認されない可能性があるような数の株主が反対をしてきた場合っていうそういうことなんですねで例外はこれだけ書けっていうことですよねあとの2つ例が3つあるんですけどもあとの2つは書くなよっていうそういうことなんですよね、えー では次行きましょうで問題2ですねで問題提起として事例から会計帳簿の閲覧請求権が問題になりますよと、まあ、あの会社計算規則59条3項なんてのは引かなくて、えー、もちろんいいです。で433条の問題になりましてそして433条は1項1項として100分の3という要件100分の3以上という要件と理由を明らかにしてっていう要件これ2つ満たしてますからだから閲覧請求は ここれれれでで認められると、これ OK、なわけですねで。あとはじゃあ会社の側からそれを拒否できるかということで、えー、この実質的競争関係があるわけですけどもその実質的競争関係については論論点、点これが論点ですよね。主観的な要件というものが果たして書かれざる要件として必要なんでしょうかということです。 これはま大論点ですので反対説も書いてます主観的要件が必要であるとただまあこれには批判が可能でして文言上書いてないじゃないかとでしかも433条の今見たように2項の1号や2号には明確に書いてあるのに3号に書いてないってことはこれは必要ないんじゃないかというのが自説ですねで主観的な意図は不要であるというのを自説に書いてます。つまり、実質的予想関係の存在さえ 会社側は立証すればその帳簿の閲覧請求権を拒否することができるということですねでそれはなぜかというと433条2項3号の趣旨がこれが情報流用の防止にあるとだとすれば主観的意図がなくてもなくても客観的な競争関係協業関係にある以上ですね将来、協業に利用される危険性があるとだからこそ主観的意図までは必要ないんだと条文もそれを要求しなかったんだということですね。 これが判例でも最高裁の判例でも問題になったということですこれはメイン論点でサブ論点として実質的競争関係の認定ですけどもこれは親子会社が一体的に事業経営している場合には親会社も含めて検討するということはまあ簡単に書いておけばいいんじゃないかと思いますはいでは、えー、回答をご覧ください これもあの今の答案構成をただ文章化してるだだけですだからこの株主総会の承認を要しないのはっていきなり書いてますけどだから原則は要するってことをここで言ってるわけですよね。そうですよね株主総会原則通り必要,必要となるっていうところに趣旨けましたねねこれね、えー、原則通り総会が必要となる理由は何かというとこれは 総会で承認されない可能性があるからだなんていうのをねこ書いとけゃよかったですねここね出資ね。そうですね。 もうちょっと差し替え間に合わないかもしれませんねまあいいでしょうはいでで、えー、問い二ですね問い二は、えー、会計帳簿で縦一が、えー、とその一項の問題ですね一項の問題として閲覧請求の要件を満たしてますよとで縦二がこれがだからそのまずメイン論点ですよね 縦2が主観的な意図が必要かどうかっていうところを書いてもらいます。で縦3でサブの論点として実質的競争関係の認定にあたっては親会社も含めて検討すべきであるということですね。あとは当ててはめ結論を書いいいもらえばいいですでこれもですねなかなか的中してるんですよ。 とまず第2問の解説のところでも書いてありますけれどもまず問題1はこれあの平成24年の第2問という本試験問題のまあ焼き直しですねこちらの方は、えー、略式手続き簡易手続き両方書かせる問題でしたけれどもそのうちの簡易手続きだけを本問では書く問題ですね。で問題2のこれがメイン論点が主観的目的を要するという説で をどういうふうに考えるかということですね。で、これが、まあ、この、まあ、判例が、だから、平成21年の判例というのは、それなんですよね。で、これが、実は、ロングレトー東レの第9回目の第2問で、えー、こればっちり当ててます。で、さらには、母会社の親会社と弊会社との競争関係、実績競争関係の論点についても解説で。指摘してます。で、あるいは、これ、あの、今年向けというか、来年向けの、来年向けのロングレ講座の理論問題集というのでは。 そちらの問題もちゃんとと、えー、論点として挙げてげある問題が掲載されはま,まずは、えー、本試験第2問の問題1簡易株式交換についてはこれがあの第71問というのはこれ理論,理論問題集なんですけどね理論問題集に掲載されている本試験平成24年の第2問というのが、えー、これがだからここですよね。 株式交換で承認手続きを要しない場合を上げてくださいって両方聞いている問題ですだからそういう意味ではやっぱり過去問の検討っていうのも時間あったらやっておいた方がいいでしょうねはい。でその後、えー、今度は第二問の問題二の一ですね会計帳簿の閲覧請求の問題ですこれがだから、えー、ロングレトーレの第 九回目、その第二問でバッチリこれが当たってるわけですよ。ここですね、超別乱請求。これもその当連の回答をもう本試験問題の回答はコピペしただけです。ここ同じですよね、これね、主観的意と必要説を反対説で書いて。 で実質は主観的と不要であるっていうところ、趣旨から書いてますよね条文の。でさらに子会社も含めて検討っていうのはその当連の解説で解説の二十六ページでここにちゃんと書いてます。 さらに言うとその親子会社含めて検討しなきゃいけないっていう部分についてはロングレコーダーで使うこの問題集のですね問題集の第89問という問題ですね。でそれがこういう事例問題なんですけども。 閲覧請求してるのは X 社なんですけども Y 社に対して閲覧請求してるのは X 社なんですけどもその X 社の100%親会社完全親会社である Z 社が Y 社との間で実質競争関係にあるとこれは本問の本試験問題と同じでしょそれがちゃんと答案でもですねそこの部分は、えー、問題集の回答はそこも載せてるということですねいかがでしたでしょうか。まあえー、と証文4つ に対しすえね特にこの主観的な要件を必要とする説についてはですねこれは実はうちの,その志村先生がもうあの一押しの論点でしてだから問題2のこの主観的要件が必要かどうかなんていうところはですね多分どこの答弁でも出してないかと思うんですよ。で,でも志村先生はこの 近年の司法の試験の問題とか予備試験の問題というのは随分しっかり検討されててですねこれでここのところはその出るとしたらやはりこの論点が出るんじゃないかということでしっかり対策をレックではできていたということですね。はいということでちょっと長くなってしまいましたけど1時間経ってしまいましたがこれで本試験の解説企業法の解説を終わります。も皆さんお疲れ様でした